今回紹介するのは「成功する子」「失敗する子」「何がその後の人生を決めるのか」という本です。ごくまれにしか訪れないけど必ず来るこの瞬間本が好きで本当に良かったの実感は 不思議なもので読み初めてほんの数ページでそれに気がつけることが多い本書は僕にとってそれだった自身3歳半の息子と3ヶ月の娘を持つ父親として何かしら育児の参考になればを最大の理由に購入でも育児書らしい育児書の購入は本書が初めてだったことからすると 何か感じるもののがあったのだろうどれほど育児にためになるかなんてほどなく気にも留めなくなったほどとにかく読み進めていくのに興奮せずにはいられないドラマティックな本書類似した躍動感を覚えた近年の本ではマルコム・グラッドウェル・チョの「天才」内容が似ているわけではないもちろんためになる視点や考察 その根拠となっている出典の引用や取材の数々はこの2作に功を続けがたく共通しているストーリー性を意識しすぎて客観性を損ねることなくかといって学術的になりすぎて読むものに難解さや根気の負荷をかけすぎない。 昨今の欧米サイエンスライター的な語り口が僕にも読み慣れていて心地よい原著と比したわけではないが本書は翻訳も非常に優れているようで。 読みやすさを維持しながら英語的な表現や米国的ニュアンスを大胆に残した配分が絶妙直訳すぎて全然頭に入ってこない本も跳躍を期するあまり背景や世界観がぼやけてしまう本もたくさんある中で 高山まゆみさんの訳された他の本も探してみる気にさせられたネタばらしになってしまうのでデビューとは言いながら本の中身にはなるべく触れたくないのが正直なところだが最後に少しだけまず著者の執筆分野が子どもの貧困と教育政策を専門としているので。 どうしても常に貧困層の何が深刻な問題を子どもたちに及ぼし何は意外にもにも根源的な欠陥ではないのかという実験と検証によって話が展開していくそれゆえ富裕層の死女が絶対的に有利な点にはあまり触れられず貧困層の挫折と苦悩と逆転劇に多くのページが裂かれているでもだからこそこの本を「 小さな子を持つ親や教育者だけを対象にした作品だと焦燥しないでほしい。すでに我が子が成人した方にも、孫がいるベテラン世代にも、兄弟、姉妹や同僚がいる若者にも、役に立ち心躍るエピソードが満載だ。あなたが独身でも、教育と無関係の職種でも、 自分たちが生きるこの社会の次を担うのは町や電車で見かける子どもたちであることに意を唱えられる人はいないはずだ。各遊牧がさしたる蓄えもなく日々の生活でいっぱいいっぱいの個人事業主だがどうかこの本がイヤホンでなくてもいい中で書かれている実態や成果そのものが一人でも多くの決して裕福ではない。 我が家を含めた世帯の親たちに届く社会になったら人類の未来はきっと良くなると思うこのレビューも甚だ微力ながらその助けになれたら本望だ以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします